皆さん、こんにちは。海外メーカーとの交渉スペシスト、林和夢と申します。今日はですね、アメリカの議会をですね、選挙したトランプ大統領のですね、サポーターの一人ですね、スノーをね、やった人がいたんですけども、コアロン・シャーマンっていう、ことで言われてるんですけども、その方が、今ちょっとね、大統領に対してですね、恩赦を求めているというところが、今ちょっと記事になっていますので、ですね、本日はね、こちらの方をご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味の方は、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。レッツゲスターレ。今日のお話はですね、ちょっとアメリカの政治に関することですので、伝えてみたいと思います。The flag-wearing, face-painted Quorum Sherman has asked Trump for presidential pardon. 革を着てですね、顔をですね、色を塗ったカーロン・シャーマン氏がですね、トランプ大統領に対してですね、大統領の恩赦を求めているということですね。この人逮捕されたわけですよ。本当のこの人の名前はね、ジェイコブ・アンソニー・チャンスリーっていう方なんですけども、ツイッターとかそういうソーシャルメディアはね、角が生えた顔を塗ったカーロン・シャーマンっていう形の、あだ名で呼ばれてるんですけども、彼もね、結局逮捕されたわけですね。キャピタルの方にですね、乗り込んだわけですよ。それで、今回5人警察官も含めてね、死んでるわけで、それで今逮捕された。こういうことになってくるとね、もう本当にもう10年とかは牢屋の中に入れられる感じになるんですね。彼がですね、ごめんなさいということで、トランプ大統領の恩赦、恩赦というのはね、刑罰とかをね、なんとかこう軽くしてくださいっていう嘆願書みたいなものなんですけども、それを今出しているということですね。33-year-old face charge, including the disorderly conduct, violent entry, illegally being a restricted space within the Capitol grounds. 33歳のチャンスリー氏なんですけども、暴力的なまず犯罪、それから違法にですね、議事堂の中にこう入ってしまった、違法侵入ですね、そういうことをしてしまったということで、今逮捕されております。で、それの彼の弁護士がですね、彼はトランプ大統領を信じてですね、マーチを行っただけだと、なんとかその恩赦をしてくれという感じで、弁護士を通して今言っていると。こんだけ、かなり有名になった方だったんですけども、ツイッター上ではですね、そんだけやったんだから今頃泣くなよというコメントとかもいっぱいありましたし、彼自身はね、もともとオーガニックフードしか食べないので、なんとか見逃してくれ、彼はいいやつなんだと、ヨガをやったりとかっていう感じでね、ここに書いてあるんですけども、結局それでもね、選挙をして暴力をしてしまったわけですから、それ相応のですね、刑罰が下るんじゃないかということで、今 FBI がね、かなり厳重に処罰をしてくると思うんですけども、その弁護士側とすればですね、恩赦を求めているという感じですね。きっとバリに帰ったんだと思うんですけど、母親とかもですね、彼はいい子なんだという感じで言ってるんですけども、結局ね、そういうことをやってしまったので、今後彼がね、どのような決断がされるのかっていうのはですね、今全米が見てる感じですよね。これに関してはですね、政治的なことなんで私もあんまり言えないですけども、今現在こういうことになっていると。この方は今逮捕されて、今後彼の罰がね、どれくらいのものになるのかっていうのはですね、今全米が結構見ている状況になっていると思います。ということでですね、アメリカがまさに分断されて、トランプ氏もですね、弾劾を2回受けてしまったということで、八方塞がりでもう終わりというところになってきていると思うんですけども、今後それがどうなっていくのか、この判決もですね、全米の人が見ている感じだと思います。今本当にアメリカがめちゃめちゃのことになっているので、早く収まってほしいなというふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというものができれば、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方ですね、ぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.